それでは時間になりましたので、ただいまより記者会見を開始したいと思います、コラボとその代表尾藤夢乃に対する深刻な妨害に関する提訴記者会見をこれより始めます。私は本日司会を務めます一般社団法人コラボ副代表の稲葉貴久です。どうぞよろしくお願いいたします。現在コラボや代表2党に対して SNS やインターネット上での膨大なデマや中傷、嫌がらせが発生しています。利用者の女性たちも恐怖を感じ、活動自体の存続が危ぶまれるほどの状況となっています。この度、提訴することにいたしました。今日は代表の2党や理事、そして弁護団から現在の状況や提訴について、今後の方針についてお話しできたらと思っております。会見後半では質疑応答の時間も設けております。最初にコラボの活動を簡単に紹介いたします。コラボは2011年から虐待や性搾取の被害に遭うなどした10代を中心とした女性を支える活動を行っています。相談や役所への同行、食事や物品の提供に加え、一時シェルターや中長期シェルターの運営、少女たちとつながるためのアウトリーチ活動などを行っている団体です。活動についてはお手元の資料をご覧いただければと思います。それではまずはじめに弁護団の神原弁護士より今回の提訴について説明いたします。あ、どうも皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。弁護士の神原です。今ご紹介ありました通り、コラボと二藤さんに対して非常に深刻な、サイバーハラスメント、オンラインハラスメントが加えられております。我々弁護団としては、このデマを流している、代表的な人物1名に対し本日、提訴をいたしました。コラボ、その人物に対して、コラボについては、550万円で、二藤さん個人についても550万円、合計1100万円の損害賠償および、デマ記事の削除、それから、謝罪広告、そのような、判決を求める、訴訟であります。で、皆さん今行われていることは、我々はこれサイバーハラスメント、オンラインハラスメントだというふうに考えております。で、その、手段手口というのは、もう本当にこのコラボ、二藤さんに対して荒唐無稽なデマを垂れ流し、もう毎日大量のデマを垂れ流し、その信用を傷つけていくと、そういう内容のものであります。で、例えばですね、彼らこんなことですね、二藤さんらがやってるのは生活保護ビジネスだ、あるいは生活保護、不定受給だ、こんなこと言ってるわけですね。あるいは、女性を3人箱部屋に押し込めて、箱部屋ですよ、箱部屋に押し込め、そこで生活保護を受給させ、毎日1人から毎月6万5千取ってるんだ。これ本当に高等無稽でしょ。こういう電話を垂れ流してるわけです、彼らは。で、じゃあなんでそういうふうに言えるのか、僕の記事見てみましたけども、コラボのフェイスブックを見ると、なんかそのね、女性が、月々必要なお金が14万円だというふうに、こういうところに書いてある。あっ、で、彼はそのね、14万ってのは生活保護なんですねと。なんでそういうの？こんな中身なんですよ。ね、ホワイトボードに自分が必要な、月に必要なのは14万円だ。だから生活保護だよ。あるいは、コラボのこれもフェイスブックに、そこの、ね、シェアハウスの女性たちが、合宿でね、雑魚寝してました。で、この写真を見て、これ、タコ部屋じゃねえか、ここに3人住んでるの。これちょっと考えれば、本当にすぐ分かるような、もうとんでもないこうデマ の積み上げなんですね。こんなデマに基づいて、しかもただそれがこう毎日のように、大量に流れるようなものなので、よくわからないでみんな。でもなんとなく、なんか不正やってるじゃないか。そういう雰囲気作りがなされちゃってる。そんなことであると。で、本当にね、こんな荒唐無稽なデマで他人の信用を傷つけていく。だから絶対許せないことだというふうに我々は考えています。で、私はね、これ今サイバーハラスメントだというふうに申し上げましたが、サイバーハラスメントっていうのは、その典型が、サイバーハラスメントの典型っていうのは、いわゆるリベンジポルノですよ、アメリカだとね。リベンジポルノ。で、これは、本件はリベンジポルノではないけれども、ここは本質は同じだと。
というふうに思っていて、要するに女性差別ですね、これはね。ミソジニ。要するに女性の権利のために立ち上がった、二藤さんが要するに気に入らない。で、二藤さんの、まあ、コラボの信用を貶としめて、活動を、まあ、潰していく。そういう、動機だと。で、実際彼はね、こんなこと言ってんですよ。燃えを燃やすのをやめたら手を止めてやるとかね。燃えを燃やすのをやめたら許してやるとか言ってたでしょ。でこれはもう要するにフェミニストに対する反発ですよね。こういう中身で、攻撃を始めてきた。で、私はそういうふうに見てます。で、我々は、こういう攻撃は断じて許さない。断固として戦うというのが、今日の会見の、趣旨であります。彼らに対する、これが我々の回答である。というふうに、今日ここで申し上げたいというふうに思っております。で、一応今、訴状をお配りしましたが、まあ、後で詳しくご覧ください。私が喋ったような内容が書いてあります。でただ、デマもこれだけじゃないんですよ。毎月もう膨大なんですよ。で、このデマの分析について、は、隣に座っている小田弁護士の方がかなり詳しくやってもらって、それはまた別の資料にありますので、ご覧ください。とりあえず私から以上です。ありがとうございます。それでは次に弁護団の太田弁護士より嫌がらせや脅迫の詳細と分析について説明いたします。弁護士の太田弁護です。お求めあります2つの資料ですね。このコラボ及び児童に対する誹謗中傷等についてという38ページの文章、それからそれを今予約したものになるんですが、このパワーポイントのスライドをお手元に置いていただけますでしょうか。でこの38ページの資料を読んでいただければ、今大量にネットに流れている誹謗中傷がことごとく根拠のない悪質な名誉毀損も含むデマであるということをお分かりいただけると思うんですが、何分にもとても量が多いんですね。量が多いから数字もこれからお話をしますが、全くこのデマに触れたことがない人がいきなり見ても結構ちんぷんかんぷんかと思いますので、パワーポイントで10分間でちょっとプレゼンしたいと思います。まずですね、誹謗中傷 の流している中心人物が、このツイッターアカウントの名前で言うとひまそらあかねというんですけれども、東京都在住の男性です。でこのサイバーハラスメントは3つの媒体を使ってこう、まあ、インチのようにするんですね。まあ、Twitter と、それからノートと YouTube です。あれ、あと、飛ばしちゃいましたかね。あ、いいのか。Twitter、ノート、YouTube。ちょっとこれ、フレームで変換かなと思います。で、このツイ、まあ、デマの種類は本当にいっぱいあるんですけれども、デマの種類はこの分厚い方の資料の5ページに91から917という形で流れているデマをなるべく網羅的にやりました。ですが、まあ、一番典型的に本当にひどいと思っていますのは、また今回提訴をした件に関わりますのは、コラボは若年女性に生活保護を不正受給させて、そしてシェアハウスという宅部屋に押し込んで、一つの部屋に3人で住まわせるようなことを受けさせて、そしてその生活保護費から家賃を徴収し、そしてその女性たちを無給でコラボの仕事をさせたりというような貧困ビジネスをしているとか、またはその二藤さんの政治活動に彼女と同意にしていく言った虚偽の事実を何度も繰り返し拡散しています。で、まあ、ツイッターで連日のようにざっくり概数を言うと1日に10回程度は Y にということをこの3ヶ月ぐらいは繰り返していると思います。このこっちに書いたんですが、ツイートは削除をされるものもあるので我々も保存しきってないものがある可能性もありますが、特に激化した5月以降のものを拾っても900ぐらいもあると思うんですね。伊藤さんとコラボに言及したものがです。すべてが違法とは限りません。でもどこごとく違法であったり自由であったりするし、違法レベルも複数含まれています。それがツイッター、そしてノートと YouTube では、まあ、ノートで多少まとまった文章を書いてそれを台本にして
YouTube で配信をするというようなパターンです。でこれも主に増えてきたのは9月以降で、だからまあほぼ3ヶ月間で、まあ、約30本ですよ。ですから3日に1回はノートを書き、YouTube を流すというようなことがなされているわけです。で具体的な内容としては、まあ、例えばこれはその YouTube の画面を復習したわけですけれども、ここ字幕がありますね。これは10代の女の子を特別に住まわせ、生活保護を受給させて、毎月1人6万5000円を徴収しています。そして、この、ひまそらあかねの各デモの特徴なんですけれども、コラボの、Facebook や Instagram で、いろいろそのコラボの活動を紹介する写真を載っけたりとか、活動報告が載っけたりとか、それを引用するんですね。で、公式のコラボが言ってるんだから、ほら、本当じゃんと言ったことをやるわけです。ですが、その例えば今写っているその女性が3人なんかまあお布団に座っている写真ですけども、これをこれはそのコラボのフェイスブックの写真なんですが、これをもってこのひまそらあかねは、まあ、この日常的にこういうふうに狭い一部屋に3人が押し込められているんだよ、ほら高部でしょっていうふうに言うんですけれども、その引用してそのフェイスブックの投稿を見れば、これは大晦日の年越し合宿お泊まり会なんですね。でしかもこれは一人シェルターであって、普段シェルターで使っているところに、まあ、仲良くなった子たちがお泊まりに合宿をしていると、そういう楽しい風景として流したものをわざと文脈を変えて、あたかも事実であるかのように断言して流すというようなのが、そういうデマのパターンばっかりなんですね。なのでそのデマを読んでいくと、一つのデマの中にこう複数のデマが積み下がっていて、デマにデマが重なり、でそのデマの根拠がこれだよっていうふうに書いてることが、よく読むとそのデマの根拠にさえなってないみたいな、めちゃくちゃなものばっかりなので、いかにそれがデマであるかっていう説明ができるんですが、ものすごく時間と言葉がいるという特徴があります。それをあえてがっつりやったのがこの39ページの資料ですので、何だろうか、ぜひお読みください。そしてでこれがですね、でもひまそらあかねだけの問題ではないと思っています。でこの YouTube の、コメント欄ですね、でものすごいデタラメなのに、で私のいじり資料を見ればデタラメだって分かるのに、あるいは彼の話だけを聞いても本当かなって普通に考えれば分かるはずなのに、でも何万回も視聴されて高評価され、多くの賛同コメントがつくわけです。で中には、まあ、本当か分かりませんけれども、この団体を前に応援した自分が悲しいよ、みたいな、コロナのことを応援していたはずなんだけども、ちょっとなんか幻滅したわ、みたいなコメントもついたりするわけですね。で、でそういうふうにその多くの人が高評価して、そしてフォロワーも増えるわけですね。で、YouTube のライブ配信っていうのが、投げ銭機能っていうのがあって、お金をこう視聴者が、まだ投げ銭できるんですよね。それが結構な金額入っているようにも見えます。お金目当てではないんだと思いますけれども、どうもとてもお金がある人みたいなんですね、職っていうのは。ですけれども、そういうふうに、デマをやればやるほど面白がられて、いいねがいっぱいつく、拡散されるということで、どんどんエスカレートしている。だから、エスカレートさせている側の問題も我々問いたいと考えています。で、こういうことは要するに女性たちが数字を稼げるような社会の風潮があるということなんですよね。で、実はひまそらあかねとまた別の件で、違う被告を提訴しております。提訴した相手はですね、よろずニュースというネットニュースなんですけども、これ運営しているのは神戸新聞社のニュースサイトです。で神戸新聞社がでも、デイリースポーツ社に運営を委託しているということですので、その2社を相手に提訴しておりますけれども、でどういうことかと申しますと、安倍元総理が亡くなられた時に、伊藤さんが右にあるようなツイートをしたんですね。読み上げますと、暴力を許さず成功する活動を私も続けているが、今回のような事件が起こり得る社会を作ってきたのは、まさに安倍政治であって自民党政権ではないか。敵を作り、排他主義で都合の悪いことは隠して数字をし、それを苦にして維持した人がいても自身の暴力性に向き合わなかったのかならないか。まあ、これは安倍政治に対する批判なわけです。
して、このツイートをですね、指して、よろずニュースがこういう見出しでニュースを配信したんです。活動家、伊藤夢乃氏、安倍氏は、かっこ自業自得と主張。でも、伊藤さんの説明はどこにも自業自得という文言はありません。でも、こういうふうにこう、引用マークのものをつけて、伊藤さんこのように言ったかのように読めますよね。で、これを、よろず側は、要約であると。伊藤さんのツイートを、こっちはそういうふうに理解しましたというふうに言うんですが、要約でしょうか、これは。おかしいし、これは、伊藤さんの説明をバンと出して、こう目を引くようなやり方をする。ネットで PV を稼ぐ方法だと私は思いますし、で、なんでこれが PV を稼げるんだろう。なんか女性たちに怒っている女性の活動家が、自業自得って言ってるよというふうに面白がりたい。そういう、女性を叩きたいってメディアが初めにあって、それに合うようにデマを作るということが、前から実は起きていて、で、これが前から提訴するので準備をしていたところ、日増空これの件もひどくなってきたので、じゃあ、ということでやってるわけなんですけども、ちょっと暇そうなお金の件に戻りますけれども、本当ですね、本当に妄想に妄想を重ねて、その妄想の根拠も根拠じゃないという、本当に支離滅裂なんですが、でもものすごく拡散されるんです。で、特徴としては、さっき言いましたけども、こんな感じで、コラボの活動報告とか、コラボ本当に誠実にいろんなことを寄付してくれる人に報告しようと思って、かなり数字とかも写真も載っけてるんですよね。それを、逆手に取るじゃないですけれども、引用して、でそれがこう、あたかもその真実味を帯びるように、雑に見えば見えるんでしょうね。でそういうふうに、その写真や画像とか読み取れないことを事実であると断定するというふうなことをやってます。一体動機が何なのか我々も分かりません、はっきり言うと。で、彼本人が書いていることは、例えばこういうふうなので、もう全部ジョークであるとか、で、もう訴えるのはこのぐらい書いてますし、あとその伊藤さんが、萌えキャラ、温泉娘っていう、なんか企画を批判の、一つの、曲を批判したことが書いてますけども、それにしては時期もおかしいので、ちょっとよく分かりません。もう娯楽としてやってるんじゃないかというふうに思います。で、まず、今日ですけども、これは、動画でも聞きましたけども、今年の7月12日からのに区切ってますが、もう、でも本当に多くなったのは9月からなんですね。で、この数ですので、本当に多いですし、でまたその人に便乗して、同じようなことを書いたりする人もいっぱいいるわけですね。で YouTube のこう再生リストっていうのをわざわざ伊藤さんの名前を書く再生リストを作っていたりするんです。でそれが34本あるという表示があるんですが、 YouTube の9月以降のこの増加傾向が顕著かと思うんですけれども、あとノートですね。ノートもやっぱり9月以降にものすごく増えていて、で、これをこう台本にして動画配信をすると。で、これによる現実の被害です。もちろんオンラインで書かれるだけでもとても苦痛ですけれども、リアルな社会でも本当にひどい被害があって、例えば一番左の画像は、これはツイッターのいわゆる検索の欄に、伊藤って書くと、伊藤夢の逮捕、伊藤夢の不正っていうふうなサジェストが出てくるんです。どういうアルゴリズムかちょっとわかりませんけども、そういうふうなことを、伊藤って書いたら出てくるわけですよね。で、これを、こう、いろいろこう、制作費とか性被害にあって、コラボに助けを求めてみようかなと思っていれば、若い女性が、伊藤って検索したら、こういう画面が出てくるわけですね。コラボにつながっていいのかどうか迷ってしまったり、怖いなと思ってしまったり、そうやって、女性に必要なサポートを届けられなくなる現実の被害が生じると思いますし、またもっと分かりやすいのは真ん中ですけれども、これがコラボのバスカフェに無料で、好意でお弁当を提供してくれた方が、いるんです、なんですけども、その人の名前が分かるような SNS 投稿を、今更あかねがノートで引用してるんですね。で、それは、やっぱコラボが、今日はなんとかさんのお弁当ですよというふうに書いて、その、なんとかさんっていうのを特定して、そこにも誹謗中傷がなく言ったらしいんです。で、そこで、
申し訳ないけど今後のお弁当の応援が厳しいです。こうやってコラボの事業に現実の影響がある。でしかもさらにすごいのひどいのがバスカフェのバスが、もう菊池村会ですけれども、刃物のようなで傷つけられるというふうな被害までありました。これ10月の18日に気づいた話なんですけれども、その1ヶ月前の9月の6日にはこっちの方に詳しく書いてありますけれども、9月6日に暇さだったのがツイッターでコラボのバスカフェ使うバスの駐車場の場所を特定する情報を流してるんです。写真を流して、でそこには Google マップの URL まで添付されてあったんですね。今は消せてますけども、で誰がその情報を彼に伝えたか分かりませんけれども、同じように面白がってる方いっぱいいるという話なんじゃないかと思います。あと気づきをしますけれども、で、振り回すと、まあ、いっぱい被害がありますけれども、やっぱり今コラボにつながっている時ととても不安があるでしょうし、今後支援が必要な人たちがつながりにくくなってしまう懸念がある。もうコラボの事業の継続自体をやめさせようと潰そうとしているとしかやっぱり思えない。そして現に今本当に危険があると思います。で支援者とか参加者の方にもコラボを疑うつもりなかったけども、もしかしたらこれだけ大量に値段があると少しぐらい本当なんじゃないかっていうふうにやっぱり人間の心理って思ってしまうんですよね。でもこれ見てたばかりように一辺の心理もありません。そういうことをこれだけの悪意を持ってできることができてしまうというのは非常に本当にこう寒々しいことになりますし、やっぱりこれは女性差別とか性差別に声を上げることへの強いバッシングです。でこれは今回始めたばかりの話ではなくって、私たちの最初の3を見ていただくと分かると思うんです。コラボは前から本当にひどい被害に遭っています。殺害予告もレイプ予告もあるし、もういっぱいある。だからそういうことの土壌の中で、今回の件も起きているというふうにいると思います。以上です。ありがとうございます。次に弁護団の、角田弁護士をお話しいたします。角田です。私にこの話を聞いて最初は何のことかよく分からなかったんです。つまり私 SNS とかそういう世界と無縁な人間で全く知らなかったんですけども、二藤さんから話を聞いて、その後今太田さんが説明しましたように非常に詳しく誹謗中傷の内容を分析してるのを見せてもらったんですね。そして見て本当にびっくりして呆れたということなんです。でも呆れてばっかりもいられないので、ただ怒りはものすごく久しぶりに本当に私怒りを覚えたことないというぐらい思っています。それで、今太田さんがですね説明の中で、これやってる人はね娯楽のようにしてるじゃないか自分自身がねということを言われたでしょ。でそれを聞いて私はふっと思い当たったんですけども、アダルトビデオっていうのはですね、まさに女性を性的に虐待してですね、そのことを娯楽にしてる類のものなんですね。なんか私そこに共通点があるんじゃないかなということを思いました。それからこれがもちろん表面的には、コラボと二藤さん攻撃してるものなんですけど、でもやってることはですねそれにとどまらないと、それ以上のことを狙ってるんだろうと思います。今太田さんが言われましたけれども、女性差別に対して声を上げる女は許さないというのが一番この中心的なメッセージじゃないかというふうに私は思ってるんですね。そして、これからコラボにつながりたい人とか、あるいはコラボの支援を待ってる若い女の人たちに対する非常に直接的な攻撃であるというふうに私は思います。そして、これですからですね、女性に対する暴力そのものなんです。言葉かもしれないんですけれども、これは女性に対する暴力そのものであって、そしてそれは、直接のターゲットになっている伊藤さんやコラボだけじゃなくて、たくさんの女性たちがですねターゲットにされているし、それから支援を求めている女性たちが支援を得られなくなると、こんなとんでもないことがもう起きてしまっているんじゃないかというふうに思うんですね。で、11月25日はたまたま国連の女性に対する暴力をやめさせようという、そういう、世界的な動きの日だったと思うんですね。で、その直後ってなんですけど、そこで国の内外では女性に対する暴力を
どんな形のものである絶対に許さないと、そしてそれは根絶するんだと、そういうことがみんな、そういうことをみんなで誓い合ってるわけなんですね。でその時に日本ではこんなことが起きているということを私たちはきちんと知らないとはいけないと思いますし、それから本来ならですね、二藤さんとコラボのやってる事業っていうのは個人がやる話じゃないですよね。今もちろん都からね、経済的に支援受けてますけれども、本来これ誰がやるべき仕事なのか、やるべき人がやらないから二藤さんがやってるわけじゃないですか、コラボがやってるわけじゃないですか。にもかかわらずそれをですね、とにかくもう面白おかしく不正の上に不正を重ねてですね、もてあそんでいるということ、そして女の人たちの生きる力を削ごうとしている、これは私は絶対に許せないというふうに思ってます。絶対に勝たなければいけない裁判だと思ってますし、それから裁判だけではなくてですね、社会の皆さんの本当に大きな支援が必要な、そういう出来事だというふうに思ってます。で、直接ターゲットになっている人だけじゃなくって、この社会にいる若い女性だけじゃなくて、女性たち全員がですね、この攻撃にさらされてるんだというふうに私は感じてますし、私自身も非常に怖い思いをしております。で、そういう社会を許してはいけないということで、みんなで力を合わせて戦っていく、絶対に勝つと、そういう決意を私はしております。以上です。ありがとうございます。次に理事よりお話しいたします。斉藤理事。コラボの理事をしております斉藤と申します。私は望む世界は誰もが安心して生きられる社会を望んでいます。だけれども、そういう社会じゃないから、これおかしいとか、これ嫌だっていうふうに声を上げ、その声を拾って、行き場がない、生きづらい女の子たちが、心よく過ごせるようになってきたのがコラボです。そして大きな人々の支援があって今まで続いてきました。しかしながら、私今回、ホームページの問い合わせメールを、こうチェックしたんですけれども、まあ本当に殺害予告とかレイプ予告とか、そういったものがあるのを見て、もう本当にこれを見ただけで怖くなってしまう。もう二藤さんもどれだけ怖かったかと思います。で、そこにいるスタッフも怖かっただろうし、二藤さんを頼ってくる女の子たちもとても怖かったと思います。しかしながら、こういう今回はひまぞらあかねに対する訴訟ですけれども、先ほど角田先生がおっしゃったように、これは女性に対する暴力で、これって今に起きたことじゃなくて、まあ、百数十年前にヨーロッパで女性が参政権欲しいって言った時にも、やっぱりこういうバックラッシュがありました。日本でも66年前に売春防止法ができた時にも、やはり市川おさえさんが命の危険を感じるほどの、中傷があったというふうにも書かれています。そしてこの66年目にして、今年は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律というのが5月に成立いたしました。二藤さんもこれに関わっています。こうした少しずつ女性の権利が認められようとするこの社会に、やっぱりそういう生意気な女たちをやっつけてやろう、そういう悪意が覗いているように見えて仕方ありません。ですので、これはもう今回コラボ二藤さんに対する、中傷とオンラインハラスメント、もうオンラインハラスメントの域を超えて危害を加えていますし、また命の危険にもさらされています。活動がなくなるかもしれないという危険にもさらされています。もう本当にこれは女性に対する、また社会的に価値のある仕事をしてきた人たちに対する暴力です。これはやっぱり許せないというふうに思っています。私の話はこれで終わります。ありがとうございます。ありがとうございます。次に細金理事の方に。コラボの理事の細金と申します。今日はお忙しい中お集まりいただきまして本当にありがとうございます。コラボは虐待や性虐待を受けて安全な場所がこの世界に一つもないという、そういう少女たちにつながって、
命と尊厳を守る活動をしてきました。今回のこの一連の事態でコラボにつながって、なんとか生き延びてきた、頑張っていこうと思っている少女たちや、助けを求めたい、なんとかなんとかこの状態から抜け出したいと思っている少女たちがコラボにつながれなくなる、そのことを一番心配しています。本当にいても立ってもいられない思いです。この活動は少女の頃同じような経験をしてきた2頭さんが本当に一人で始めた、渋谷の街をさまよう女の子たちに声をかけるというところから手弁当で始めた活動なんです。そしてそういう少女たちに助けが必要なんだっていうことを知った方々が本当にたくさんの善意をお寄せいただいて、もうコラボの活動っていうのは本当にそういう善意の塊みたいなことで続けてこられたものだと思って、私もそのことを聞いた時に、ああ日本の国はまだ捨てたものじゃないなって本当に思ったんですね。でもう一人一人が少女たちのためにと心を寄せてくださる民間の女性をはじめとしていろいろな方たちが、そういう実態があったんですかっていうことを知らしめてくださる中で、この活動が続いてきました。そういう意味ではこの被害は人々の善意に対する攻撃でもあるというふうに思っています。そしてこうした少女たちに出向いていく活動を二藤さんが続けてきてくれたことで、国がこういう少女たちにまた若年の女性たち手を差し伸べることがなかったんだ、これは今まで手を差し伸べられなかった分野なんだっていうことを気づき始めたわけですね。そして施策化され、若年被害女性と支援事業が生まれたんです。で、国や自治体が少女たちを助けようっていうことにようやく一歩を踏み出した。そういう意味では本当に女性への暴力に対して行政も何かをしなきゃいけないということになる、ちょうどこの入り口のこの時期、そういう時にこの攻撃が起きているということを私はもう本当に大変なことだと感じています。コラボはもともと多くの善意に支えられて自力でこの活動をしてきましたから、もちろん今後もそのように続けていけるんですけれど、やっぱりこの問題が政策課題として取り上げられて全国に広がっていくっていうことはやっぱりとっても大事なことなので、コラボは それを広めていくという意味で活動の一部を国の補助事業によって一つのモデルを示すということで、こういうことができるよっていうことを全国に広げていきたいっていうことでこの事業に協力してるわけです。ですからこの間の攻撃は少女たちの現状を何とかしたい、何とか助けなければいけないという一歩を踏み出した行政に対する攻撃でもあると思っています。で、私は行政と民間団体の共同ということが今回の女性支援の新法にも盛り込まれましたから、それは女性支援の先ほど斉藤由里子さんがおっしゃいましたように、女の問題を抱える女性の支援に対する法律によって、これは超党派の議員立法で国会で超党派で成立いたしましたから、ここからやっぱり女性たちへの支援、女性たちへの福祉ということがこれから始まっていく、2024年の施行から始まっていくこういう時期でもありますから、やはりこれは女性たちへの攻撃、女性たち全員への攻撃だというふうに私は思っております。で、二藤さんは本当に
によっていた痛めつけられてきた少女たちの存在をまた否定されるんじゃないかっていう、この事態に仁藤さん自身も痛みながら危険にさらされながら、でもこの活動をやめるわけにはいかないという決意を新たにして踏ん張っていってくれますから、私たちもなんとかここでこの女性たち全員、もう角田さんがおっしゃったように女性たち全員に対するこの攻撃をなんとか跳ね返して、この活動を全国どこででもどの団体も続けていけるように、始めることもできるようにという、そこを目指していきたいと思っております。皆様のご理解とお支えをいただいて、なんとか少女たちの命と尊厳を守るということをご一緒にしていければと思っております。今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございます。次に弁護団からもお話しいたします。中川弁護士にお願いします。弁護団の弁護士の中川と申します。私はこれまでのお話に付け加えて、誹謗中傷を安易に拡散することの問題についてお話ししたいと思います。そもそも本件について、今空あかねが大変ひどいデマを流し続けているということはもちろん一番大きな問題ですけれども、そのデマを安易に拡散してしまう人がいるからこそ、またその拡散を信じてしまう人がいて、デマがどんどん拡散されてしまうという悪循環が生じてしまうわけです。生活保護不正受給してるとか、タコ部屋貧困ビジネスとか、詐欺だ、横領だ、犯罪覚醒だと、そんな間違いだったらもう一種の冤罪事件になるようなお話を、そもそも安易に拡散してはならないんですよ。確たる根拠があって初めて言えるお話です。しかも本件で私が強く問題だと思うのは、本件について弁護士、公認会計士、行政法研究者といった専門家が今空あかねを応援してしまっている、今空あかねの権威づけになってしまっているという状況が発生しています。そもそも本来この件、弁護士の目から見れば、本件は安易な決めつけ、確たる根拠がない名誉毀損、誹謗中傷であることはすぐにわかるお話です。それにもかかわらず、全然内容を確認しないで、安易にコラボが何か不正しているというかのように決めつけている。これはもう弁護士としては失格です。残念ながらそのような弁護士などがいても、安易に誹謗中傷の拡散に加担しないようにご注意いただきたいと思います。なおですけれども、現在は誹謗中傷をリツイートで安易に拡散した人でも不法行為に該当することがありますので、くれぐれもご注意ください。堀弁護士お願いします。弁護士の堀でございます。手短に申し上げますと、まず、この件でコラボの方だいぶ前から、さまざまな非難、誹謗中傷、あるいは、中には特に悪気のない問題提起とか疑問も含めていろいろな形でインターネット、SNS で取り上げられてきたわけですが、なぜもっと早くすぐに対応できなかったのかとか、説明できなかったのか、ちゃんと説明すれば済むんじゃないかみたいな意見もかなりネット上に見受けられました。ただこの点につきましては、この SNS などで拡散する場合ですね、そもそも何が言われているのか、どういう非難攻撃から、一般的な疑問に至るのか、さまざまなものがあり、これを把握すること自体が、特にコラボのように少人数で、ある意味ボランティア的な方も集まってやっている団体にとっては非常な、負担であるという点があります。例えば大企業ですと広報部門とか内部管理部門などがありますので、ある意味専念してそういう問題点をチェックしてすぐに社内の手続きに従って、データを集めて対応するということもできる
だとは思いますけれども、コラボのような少人数でやって、ある意味その世の中の困った人を助けるために少人数でやっているような団体にとっては、まずいろいろとネット上で攻撃されていることは分かっているけれども、じゃあ何が論点なのか、何答えれば解決できるのかということを整理して把握すること自体が、非常に重大な負担になっているということをご理解いただきたいと思います。特に例えばインターネット上では特に多分悪気もなく、領収書1枚出せば済む話じゃないかみたいに言う方もいらっしゃいますけれども、当然ながら1枚で済む話ではありませんで、当然膨大な、量のものとは扱っておりますし、しかも中には個人情報とかさまざまな、特にコラボというその活動の特殊性からいって関係者をどうしても明かしたくない、そういう特殊事情もございます。その中で1枚だけ出せばいいんじゃないかとか、そのことを安易に言うことがどれほど実態とかかないという、そういう点についてもちょっとご理解いただければと思います。以上です。永田弁護士お願いします。はい、弁護士の永田です。法的な問題点、今までいろいろとお話もありましたところです。私から簡潔に申しますけれども、やはりフェイクということが非常に問題であるということは、社会の中でも十分確認されてきていて、対策が必要であるということは、おおむね皆さん受け入れられているところであるとは思っています。それこそ法務省の方では、今年の5月に、公益社団法人の少子法務検討会というところで、有識者検討会を組んで、インターネット上の誹謗中傷に対する法的問題についての取りまとめというものをしており、国としてもですね、そういったインターネット上の中傷というものに対して、今後しおれて取り組まなければならないという、時代がすでに来ていると言ってもいいと思います。それに対して、やはり、ネット社会というのは、やはりその先ほどお話もありました通り、非常に強い拡散力があって、個人の発言、何の根拠もないものが、まことしやかに、真実のように受け取られかねないという危険性があります。それによって、今、まさにこのコラボであっては、その女性という弱い立場にいる人が、社会から排除されようとしている。ということに、つながっている。そういったネットの拡散力を持って、弱い立場の人をどんどんと排除していこうという流れが、今のネット社会の中、日本社会の中では、本当はフェイクは止めなきゃいけないにもかかわらず、なぜかそっちの方では生き残ってしまっているということが、見て取れるかと思います。しかも今回の件は、それこそ貧困とか、若年っていう弱い立場、複数の、弱い立場の属性を持ち合わせている女性であり、貧困していて、若年です。そういう複数の弱い立場を重ね合わせていて、より、よりひどい、より辛い立場、より苦しい中でもがいている人ということになるわけで、そこに対しての手を差し伸べている人を、このように排除していくことは、次はまさに、例えば貧困の人も排除していく、例えば性的マイノリティの人も排除していく、次はあの人を排除していく、排除の連鎖が止まらない、そういった社会になっていきかねないというふうに思っています。まさに今この裁判を通じて、ネット社会の中での排除というものに、その流れを止めて、弱い人に優しい社会を作っていく、そういったことに、頑張って協力していきたいなと思っています。以上です。ありがとうございます。次にですね、コラボとつながる女性たちの声を、ご紹介したいと思います。記者の皆様には、お手元に利用者の声、スタッフの声をまとめた資料を、配布しております。いくつか抜粋して、紹介をしてもらいます。一つ目。私が家出してホームレスになったとき、私を助けてくれたのはコラボでした。姫野さんはお金もなく、泊まるところもなかった私に、ご飯やホテルを提供し、私の今までの経緯を真摯に聞いてくれました。その私にも救いの手を差し伸べてくれる存在なのに、デマを流され、毎日のように攻撃され、活動しにくい環境にされるというのは、姫野さんたちが傷つくだけでなく、社会的弱者に当たる人たちを間接的に苦しめていると思います。今まで実情をよく知らなかった方には、コラボが私たちのような人の支えにどれだけなっているか、よく知ってもらいたいです。2回目です。コラボに来る前、私はコラボのことについてたくさん調べた。皆さんのことも。今ではツイッターで調べるとすぐに沼ツイートが出る。
何も問題ないことを問題があるかのように印象操作した記事もたくさん出る。そういった記事が出回ると、本来助けを求めていたかもしれない子がコラボにつながれなくなったり、話ができなくなったりするかもしれない。つながれなくなった女の子の人生の責任を取れるわけもない。その人生を考えることすらしない奴らに好き勝手言われているのにかつく。コラボを攻撃して、本来つながれたであろう女の子が路上に出る。続けることが目的だ。私はコラボのシェルターで暮らした後、現在夜の街でのアウトリーチの活動に参加しているけど、アウトリーチで女の子たちに声をかけても、コラボってあの燃えてる団体だと思われると、行ってみようかな、頼ってみようかなという思いよりも、変わらないでおこうという思いを勝ってしまうかもしれない。ここで出てきたアウトリーチというのは、夜の繁華街にバスを止めて10代女性無料のカフェを出して、まあ、そこを拠点に街にいる少女たちに声をかけてつながることを目的とする活動になります。通称バスカフェと呼んでいるものです。3つ目です。バスカフェのピンクバスが傷つけられたことも、バスができた時から知っているから悲しいし、自分たちの居場所がただでさえ安全な場所が少ない中で、せっかくつながってできた安心な場所や安全に過ごせる場所が壊されていくのは涙が出るほど悔しいし悲しいです。コラボしかないから悲しい。私たちはずっとそれを必死に守ってきたから、今こういう攻撃を受けていることは私たちにとってすごく大きい。涙が出ます。私は10代の時にコラボにつながったから、今やっと社会で生きていくことができるようになっていて、あの頃大人は信じられなかったし、向き合ってくれる人も誰もいない環境の中で生きていて、そこでやっと出会えたのがコラボだったから。同じ女性で同性で性的な関係を求められない対等な大人に出会えたことは人生を左右する大きな出来事だったし、その時私は性売買をしていたから、他の大人からは配慮のない言葉や、それってどうなのと言われることも多かったけど、コラボはそういうことはなく、じゃあこれからどう生きていこうかっていうのを教えてくれた場所だった。こうした妨害によって、そういう場所が今同じように苦しんでいる女の子たちになくなってしまうと思うと、命に関わることだと思うし、その子の人生を左右することになると思います。他にもたくさんの女性たちからメッセージが寄せられています。お配りした資料には、活動を共にするスタッフの声や、本日立ち上がった支える会の方たちからのメッセージもまとめています。ぜひご覧いただければと思います。これ代表の2頭よりご挨拶させていただきます。皆さん、本日はお集まりいただき本当にありがとうございます。私たちコラボは2011年に、私が学生だった時に活動を始めました。私自身も10代の頃は、家が安心して過ごせる場所ではなくて、夜の街をさまよう、そういう生活を送っていました。そういう時に街で声をかけてくるのは、手を差し伸べようとする人ではなくて、性売買や性搾取に斡旋する業者、またいくらでどう、ホテル行かないとか声をかけてくる買春者、本当にこの人たちしかいなかったんですね。で、今でもそういう現状は残念ながら変わっていません。で、今でもその私たちが出会う少女たちは、その家にいられない時、街や SNS で性搾取を目的とする人たちに声をかけられて被害に遭っている、そういう状況を変えたいという思いでコラボの活動を始めました。で、コラボの活動は、当事者たちが自分たちに必要だったこと、ご飯が食べられることだったり、寝るところがあったり、暮らせるところがあったり、そういうことを当事者たちで、自分たちで形にしてきた、それが私たちの活動です。なので、活動を始めた頃は、こんな攻撃にさらされるなんて、もう全く想像もしてなかったんです。ただですね、特に2014年に JK ビジネスの実態を当事者たちで告発をしました。で、その頃からこうしたデマや誹謗中傷の攻撃というのは始まって、年々ひどくなっております。で、中でもこの最近バスカフェ、私たちが10代の少女たちに夜の街で安心して過ごせる場を作ろうと始めたバスカフェで使用しているピンクのバスが切りつけられたこと、このバスです。
これは本当に私たちにとってとっても怖かったですし、深く傷つきました。このバスは皆さんが思うようなただのバスではなくて、私たちにとっては、これまで女の子たちと作り上げてきた、出会った少女たちと作り上げてきた安心安全な関係性や空間、これを壊してやる、そういうメッセージだというふうに感じました。私たちの体、私自身の体が切りつけられたかのような、そういう痛みを深く感じましたし、恐怖も感じています。そんな中でもですね、私たちコラボとつながる10代の少女たちや当事者の女性たちも今本当に不安や怒りとか悲しみとか傷つきも感じながら、それでもやっぱりこの活動、そしてこういう関係性、こういう場所を守っていきたいと声を上げています。私もそういうみんなの存在に励まされて、今日皆さんにこういう被害を受けてるんだっていうこと、この現状をお伝えしたいと思いました。私たちはこれからも性暴力や性搾取のない社会に向けて活動を続けていきたいと思っておりますし、少女たちや女性たちにとっての安心安全な空間や関係性、これを守っていきたいと考えています。どうか皆さんにそのために支えていただきたいですし、ご理解とご協力をお願いしたいと思います。本日はありがとうございました。それではこれからですね、質疑応答を行いたいと思います。質問がある方は挙手をしていただきですね、指名されたらマイクの本質もあるものですが、前に出てきていただいて、ご質問をお願いいたします。その際、お名前とご所属を、最初にご紹介いただいた上でご質問をお願いいたします。なお今回の会見の趣旨と異なる質問は受けできませんので、ご了承ください。それでは質問がある方いらっしゃいますでしょうか。じゃあと東京新聞の松月と申します。ちょっと訴状を見てざっといくつから、弁護士先生とも伊藤さんにお答えできると思いますが、現在この日野空あかねという方の特定がどの程度できているのか、個人名出せないにしても、どういう職業とか何歳ぐらいの人でかっていうかあたりを教えていただきたいのと、あと、これほどの被害が出ていて、今動画とかは削除されてないという状況なのか、そうなんだ。それから刑事告発のようなものは手続き的にできないのかっていう、民事で戦っていることがすごい多いんですけど、内容を聞くにつけ、これは刑事的にも戦えるものじゃないのかなというふうに、素人目には見えてしまうんですけど、そこら辺はどういった状況かというのを教えてください。あとそのひまそらさんとの直接的な面識は夢野さん自体は、弁護団の方にお答えします。まず本人の特定はこうやってきてます。住所もがっちりつかんでます。それから、プロフィールですね。プロフィールは、ちょっとこれ見てみてください。もう全部自分で公開してます。大体大物の年齢だとか、40代くらいかな、大物の年齢だとか、それから今働いてるのかどうか知りませんけど、その経歴だとかね、それも全部インターネットに出てますの で本人はあまり隠すつもりはなさそうです。実力だったのかな、そんな感じ のイメージを持ってます。それから何だっけ、刑事、これはもう我々としてはもうあらゆる法的手段を取るというふうに考えてますので、当然それは視野に入ってというふうに申し上げたいと思います。削除か、削除は、してないですね。で、削除も今回、その裁判の中で、請求しているということです。YouTube 会社とかに、それも今後の、ここですね。今まだ何もしてない。警察に相談をされて、まだ警察のものはこれか。他ありますでしょうか。すみません、神奈川新聞の橋尾と申しますけれども、刑事告訴の件なんですけれども、大体どういった内容で、どういった感じでいつぐらいやるっていう目処みたいなのは今のところあるんですか。
今とりあえずその民事の方向した段階なので、警備については、全くまだこれからという感じで、スケジュールともまだ決まっておりません。で、ご承知の通りね、刑事で受理させるまではなかなかハードル高いので、そのがっちりやるならもう準備して確実に、いけるという内容で皆さんにご報告したいというふうに思っております。あと伊藤さんなんですけれども、いろいろ誹謗中傷も日々ひどい中なんですが、実際にその暮らしている少女たちとかですね、そういう人たちが怖い目に遭うとか、そういう人に直接何か声がかけられるとか、そういうふうな被害みたいなのがありますか？はい、ありがとうございます。そうですね、私たちはそのこれまでにも明確にその攻撃を目的としている人かわからないけれども、SNS 上で何かすごく攻撃的なことを書かれたり、デマを書かれたりしたときに、例えばその夜の街で開催しているバスカフェの前に、何かそういうジロジロと見ている人がずっと出入り、行き来をしてこっちを見てくるとか、遠目から写真を撮られるとか、そういうことは経験をしています。あと現在ですね、その私の自宅を特定して、その前まで来たようなことを投稿する人もいたりして、そういうものもやっぱり少女たち目にしていますので、そのいつかその自分たちがその守ってきたそのコラボのシェルターや、自分たちの暮らしている場所がバレてしまうのではないかという恐れを、本当に感じていると思います。でなので今はそのコラボで暮らしているその若い10代の少女たちも、私のことも励まそうとして、その頑張っていこうねとか、負けないでいこうねって言ってくれて、いるんです。だけどこれが長いそういう影響で、いつ誰がどんな攻撃をしてくるかわからない、このバスを切りつけられたことによっても本当は深く傷ついてるんですね。だからこの影響が長くなってくればくるほど、その女の子たち その心身 その安心感や信頼感、そういうものにも本当に影響してくる、そういう攻撃がだと思っています。はい、ちょっとね、さっき の刑事事件の刑事のちょっと報告しておきますと、今刑事とおっしゃった、おそらく名誉毀損罪の想定されていると思うんですが、今お話に出てきた付きまといというかね、こういったことの方がむしろ緊急性高いと思っているので、そっちについても検討しているということは、お話したいと思っております。はい、ありがとうございます。はい、東京新聞の佐藤です。今回はそのサイバー、インターネット、ネット空間での攻撃について問われているわけなんですけれども、この木増田さんが、ターゲット今回対象なのでそうかもしれませんけれども、その他にですね、バスカフェのバスが切りつけられたというようなそのリアルな被害、つまりその、例えば伊藤さんは一応こう補助金事業で例えばお金が出ていると、でその公のところに対してですね、なんかその攻撃というか妨害めいた、行いとか、そういったことはないんでしょうか。要するにお金を出させないようにするとかですね、そういった攻撃はないんでしょうか。だからお金を出すなとは言ってないけど、監査請求だとか、なんかいろんな、なぜね、いろんなことやってきてます、あちらは。そうですね、私たちが今東京都から補助金や委託事業を受けて活動している部分が活動の中で一部あります。でそういうところに対して、嫌がらせや攻撃を目的としたと思われるその情報開示請求や監査請求、これは東京都に対して行われているものですけど、がもう次々あるようです。でなので、そういうことがあると、都としてもその何が言われているのかおそらく考えて、その何を検討したらいいのかということのためにコラボに対してこの状況について確認したいとか、これってどういうことになっているのかというような問い合わせも結構連日あるような感じです。で正直そのコラボ その事務局もですね、もうその対応だけでも本当に大変、もう時間が取られるし大変で、そういうことで活動の力をね、削いでいくみたいなことも効果があるなっていうのをすごく実感しながらやっているんですが、
そういうことでやっぱりかなりそのコラボに関してこんなこと書かれてるけどどうなんだとかっていう、まあ、そういう電話がかかったりということは行政の方も対応しているところだというふうに思っています。なのでそのある意味今はその市民の方々もこの活動の必要性をとても理解してくださってこういう事業必要だよねっていうことで東京都やその行政もこの事業に取り組んでいますけど、こういう攻撃にこの若年女性の性搾取の問題をやるとあるのかってことをおそらく行政の方々も今実感しているところではないかというふうに思っております。都の委託事業を受けている関係で情報公開請求とか監査請求をしている方がいるとか、まあ、その中で参しているわけですけども、もちろんそれが市民としての正当な権利行使なわけですね。ですけれども、それで開示された公文書を例えばノートにバーッと出して、もちろん出してももちろん違法ではありません。違法ではないんだけれども、恣意的な切り取りをしたような掲示の方、交換方法をしたりするわけです。例えば、非常に単純な計算ミス、その式自体が答えと合ってないみたいなことが、まあ、それは団体の運営すれば誰でもたまにはやってしまうのは、もう軽微なミスですよ。で、しかもそれを出して、都から指摘されて、修正して出し直して、問題など終わっているような話について、修正前と修正後と両方とも多分解除されたんでしょう。だから修正前の間違ってる方だけをアップして、わら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 。計算間違いわらわらわら、こんなずさんなんだみたいな風に印象操作に使うような材料に、情報公開で得た資料がされていると。でもこれなんていうかこう、まあ、言ってみれば合法的な嫌がらせであると思います。違法ではないですよね。でも概要目的は明らかだし、で行政職員の方も本当だよと思ってまして、都の担当の方が都の若年被害女性と若年被害者と支援事業の担当者のなんとかさんっていうふうにやっぱり名前が公表されていて、まあ、公務員として公務やってくれたらそこともあり得るわけですけれども、今の対行政暴力っていう含めも正直あると思います。で令和3年度からですよね、この本格的な都がせっかくふうに本腰を入れて始めたらば、こういうイエスに合うんだっていうことを、まあ、今も都も実感してるかと思いますけれども、それでこう大変だから、ちょっと、ほどほどにしようかなんてなってはならないし、そういうことを狙って、まさに合法的にできることを駆使してやっていると。そして、まあ、彼は自分自身の次元的なものをノートに書いてますから、我々もプロフィールも多少してるんですが、偏差値は高い方なんですね。それで、そういうことをある意味面白がって、やっているというところがあるかと思います。リーガルハラスメントっていう、ね、言葉があって、まあ、要するに合法的な嫌がらせなんですね、これはね。で、僕ら弁護士に対してはすぐ懲戒請求するでしょ。ね、で、その懲戒請求、国民の権利じゃないか。なんだけど、じゃあ彼らが、例えば行政の透明性を高めたいとかね、そんなことの目的でやってますかということでしょ。ね、別に市民オンボズマンとも何でもないでね、市民オンボズマンとかそういう人たちがやってるならまだ分かりますよ。そうじゃなくて、まあ、あるけども、もう要するに嫌がらせ目的でね、でしかもその公開したものを、公開、自分の入手したものを全部ネットに公開するとかね、こんなのは制度の乱用ですから、明らかに。というふうに僕は考えています。すみません、これに関連して、ある自治体がですね、その情報開示請求によって、コラボがそのいつ、どんなところから来た女の子をどういう理由で保護したのかということが書かれたような資料も開示してしまったということがありました。でこれには本当に女の子たちも怖い気持ちでいますし、私たちもなんてことになってしまったんだというふうにかなりショックでした。でそういうことが、まあ、これまで多分こうした攻撃もここまでひどいものはもしかしたらなかったのかもしれないので、行政の方も慣れてない部分もあったのかもしれないんですけれど、これからそのコラボのような活動が全国に広がっていく、そういう今段階でこうしたその攻撃で女の子たち、その出会う少女たちのその状況が虐待や性搾取から逃れてきてるわけですよね。でその子たちがどういう状況でどこから来たとか、そういうことがくれぐれも外に出ないように、そしてその団体のスタッフやその体制面、そうした安全面も行政の方には守っていただけるようにお願いしたいと思っています。
他にありますでしょうか。じゃあ、奥の後ろから2番目の方。3点お話させていただきたいんですけども、今回提訴された、まず内容についてなんですけど、具体的には、さまざま著書がある中でブログアカウントを元にした動画の2つの内容っていう理解で良いのかということをちょっと確認させていただきたいのと、さまざまある中で、特にひどい内容という話があったと思うんですけども、これを選んだ理由を伺わせてください。メリットはその、拡散した側の責任を取りたいという話があったと思うんですけども、その拡散した側の不法行為を問うていく今後ですね、お考えがあるのかということと、あともう一つだけ、テソの内容とは別なんですけど、その切りつけ、バスの切りつけに関しては、ケース的な何か対応は考えられているのか、その点を伺わせてください。まず選んだ、理由ですが、何度も申し上げた通り、これ膨大にあるので、全部はできないんです、はっきり言って。だからそれどれか選ぶしかないということで、今回は代表的なデマ。選ばせていただいた。他がそうでもないという意味では全然なくて、一番代表的なこの生活保護ステージ群、こういった代表的なものをまず選ばせていただいた。ただ、今後も、他のデマについても、精査しつつね、やっていく。要するに、はっきり言えば我々 の手続きというか手間の問題だけなんですよ。別に他がデマじゃないと言ったわけじゃないので、必要なものはどんどんやっていくというふうに考えています。それからだな。拡散で、これについては、もうすでにその裁判例で確立していて、デマについて、デマのツイートをさらに拡散したものについても、これも責任が問われるという裁判例はもうすでに確立してますので、これに基づいて、あと、いいねについても、最近は伊藤志郎さんので判決でも出てますので、これについても、やっていくというふうに考えています。バスの切り付けについてはすでに被害届は提出している。あとは警察なしという感じですね。他いかがでしょうか。一番後ろの、フリーランスのやつだと申します。よろしくお願いします。今の話に関連してなんですが、被告の飛沫とる茜さん以外に被告が例えば増えるという可能性はあるということでしょうか。と言いますのも、かなりプレイヤー多いですよね。つまり単純にネットに書き込むだけではなくて、動画を撮影する、そこに影響を与える、あるいは拡散する、それぞれの役割分担があって、プレイヤーの数が相当多いように見受けられるんですが、今後被告の数がこの案件で増えていく可能性があるのかないのかということをちょっとお伺いできたなと思いました。でももう一点が、先ほどの監査請求の話、東京都にされる監査請求で、例えば個人情報の問題、例えば二藤さんの住所、あるいは、シェアハウスであるとかシェルターの住所、そうしたものまで開示されるのかどうか、あるいは開示される可能性があるのであれば、それを未然に防ぐことが可能なのか、既にそれを要請しているのか、といったことをお伺いしたいと思いました。拡散される可能性はあります。今本当に一番それは茜の中でも、特に悪質なもののうちの一つをとりあえず我々の手間が何とか追いついた範囲でやったというふうに過ぎませんので、これはもう提訴可能なもののごくごく一部に過ぎません。やろうと思ったら、ネットの海を探せば多分いっぱいあると思います。そのうち優先順位を我々で考えて、このデマの拡散を抑えるためには、これとこれとこの人この人この人かなとか、考え中ではあります。この人以外にもやりたい人はいます。それから監査請求とかによって、やっぱりそのシェルターの場所、セキュリティは、これはもう一番やっぱり気になるところなんですよね。でも
ここはさすがに行政も考えてくれてはいるというふうに思っていますが、ただその何が出るのかっていうのは私たちには事前にはわからないというような仕組みですよね。私も初めてやられて経験をしていますから、本当に不安で、まあ、怖いっていうことは、まあ、女の子たちも毎度思っています。コラボとつながる女性少女たち の、 そのメッセージの中にも、行政に自分たちの居場所が知られるだけだって怖いのに、それが第三者に知られるかもしれないってことはもっと怖いから守ってほしいというようなメッセージを寄せている子もいて、本当にそうだなっていうふうに思います。様々傷つけられてきた中で、やっと自分たち の、 その場所を、まあ、正直その親や性売買の業者から身を隠して、もう今までのつながりと関わりは立って生活せざるを得ない、そういう状況でやっと地域で暮らしているそういう子たちもたくさんいる中で、なのでそこはぜひどうか守ってほしいというふうに思っていますが、そのシェルターなのでシェルターの場所とか個人名とか外に出てない情報については行政も今のところは大体が守ってくれてるというところ、東京都なんかはかなり配慮してくださってます。ただその一部 の、 その自治体ではその何々県から家での子が来てどうだったとか、そういうことが出てしまったということも現状起きてしまっているというところです。他どうでしょうか。AP 通信のお客様を申し上げます。ベグラの方にお伺いしたいんですけども、その、ひまそらさん以外に、まあ、ネット上でそのデマを拡散している人たちとか、あるいはそのこれまでその、殺害予告とかレイプ予告等があったということですけども、そういった人たち の、 そのバックグラウンドというか、どういったそのモチベーションで彼らはそういったことをしているのかというのを、まあ、何らかその、考えている部分があれば教えてくださいということ。あと、リドさんに言ってなんですが、会見の中でその女性稼ぎが数字を稼げる社会の必要があるという弁護先生の言葉だったんですけども、まあ、これはどうしてなのかということをもしリドさんが考える部分があれば、何かその日本社会とかネット社会 の、 側面みたいなものがこう反映されているところがあるのかどうか、そのあたりもし意見があれば教えてください。まあ、デマの拡散に応じている人たちのプロファイリング的なところですよね。私たちも、まあ、もちろん興味があるところではあるんですけれども、まあ、はっきりはわからないですね。アカウントだけでは性別もわからないわけですけど、でも傾向としては男性が多いでしょうね。その伊藤さんやコラボに対するデマ以外にどんなことをこの人のタイムラインでつぶやいているのかなということを、まあ、見たりしますけれども、やっぱりとてもアンチフェミニズム的な、まあ、だから、まあ、どうしてそんな鬱憤があるのか分かりませんけれども、まあ、その自分のいろんな鬱憤を女性たたきにでスカッとしたいと、そういうふうなこうスカッとするエンタメコンテンツとして女性たたきを娯楽にしているような現象というのは、まあ、以前から SNS 上で見られていると思いますし、私も結構個人的被害があることもあるので、そういう現象興味があって見てはいるんですけれども、前からいるよね、女性差別だよねっていうふうに思っております。あ、ちょっといいですか。僕もともとどっちかっては在日コリアに対するヘイトスピーチ問題、そっちもどちらかっても多くは使っているものなんですが、これ非常になんか構造が似てて、要するに差別、まあ、在日外国人差別、それからまあ女性差別、差別をまず娯楽として楽しむというところから出発して、最終的にこのヘイトクライムの方にね、行くというこの構造が、まあ、僕はちょっと弁護士なんでそういうことも正確には分析できませんけど、非常に似てるなというふうに思います。まずネットの中でお互いに差別をまあ楽しんでる、でだんだんそれが講じてきて現実の世界に、例えば実際にバスをナイフで切りつけるというところまで来ちゃってるなと。ヘイトスピーチ、在日コリアに関してはね、ずっと、まあ、ヘイトスピーチがなされていて、まあ、最終的に放火、音を打つところで、去年放火事件も起きてますけれども、だんだんそれに似てきてるんだ。だから差別がだんだんエスカレートしていくんだ。だからどっかで止めないと似たようなことになってくるんじゃないかなというふうに僕は感じてます。昔はですね、これまで活動してきて、特に攻撃が強まる時っていうのは、
やはり当事者たちが性搾取や性売買の実態について声を上げた時が特に攻撃がひどくなっていたということがあります。最初がその2014年の JK ビジネスについて実態を告発しました。でその頃はまだそういうことがあるってことも問題視されていない時期で、その出会ったその被害者の女性たちと一緒に声を上げたんです。でその後それを外国人記者クラブでも海外に向けて発信するとか、国連が問題視をして調査に来るとか、そうしたその海外からの批判っていうのが集まる、その視線が集まる、そういう時に私たちの活動が何か不正があるんじゃないかとか、なんか信憑性がないかのように見せるためのデマのようなものっていうのはこれまでも繰り返されてきました。その後は自動回収の実態を伝える私たちは買われた店という企画展を2016年から行っていまして、そのようにその性搾取の被害を出会った少女たちが伝える、当事者たちが語る、そういう時にも被害は増しますし、まあ、今回はこの暇空あかねが、どのような、理由でやったのかというのはよくわからないですけど、一応 SNS 上ではその温泉娘という、なんか少女を性的に消費するようなそういうキャラクターがありまして、それを私が批判したら、変わってたんですよね。一部そうした問題のあるような表現が、でそういうことがあった時にもかなり皆さんの手元にお配りした嫌がらせのデータの資料には送りつけの被害がいくらあったかということがありましたが、それが増えているのはそうしたものを私が批判して、それによって社会の側がそうだよねと思って、そうやって内容が変わるとか、そうした影響を及ぼした時っていうのはかなり攻撃は強まってきました。で今もその女性支援法ができまして、私も今会議のメンバーとして意見を言ったりする立場にいるんですけど、こういう時にはこれまでにもひどくなってきたということで、やっぱりその私たちが性搾取の実態を、当事者たちが声を上げて伝える、そういうことが力を持ったというか、皆さんが耳を傾けようとした時にこういうことが起こるなっていう実感はあります。やはりその声を上げる、そういう私たちの、存在に対しての その攻撃かなというふうに思っていますが、活動しているとですね、世界 その同じような活動している方と交流もあるんですけど、こんなひどい目に遭っているのはおそらく日本だけです。なのでそういう海外の活動家と交流すると、もう皆さん涙を流して励ましてくれるんですよ。こんな目に遭ってるのっていう目のさんって。だけど日本にいるとなんかもう痛みも感じなくなっちゃうぐらいこれが日常で、私は今回この裁判することになるまで、またかぐらいな感じで正直思ってしまってました。でも実際にそのバスの切りつけがあって、本当にこれはただ SNS 上で起きてることではない、これはもうヘイトクライムまで発展してて、本当に活動やその私たちの生活に関わるそういう危機なんだっていうことを自覚して、今回提訴いたしました。他いかがでしょうか。すみません、朝日新聞の加納と申します。伺いたいのが、暇空あかねの特定につながったのは、どういうルートからなのかっていうところと、ちょっとややこしくて理解が追いついてないんですけども、この補助金の不正受給っていうのが、どんなデマなのかっていうのを改めて教えていただいていいですか。普通にもちろん合法的な方法で暇空あかねを特定しました。弁護士はいろんな手段を持ってますものですから、で公金の不正受給というデマに関してなんですけれども、この38ページあるこれのうちの、5ページの下の方から91から97までありますけれども、公金不正受給関係は主には9の1から7あたりまでなんですね。で特に、9、1がその生活保護不正受給で他行部屋でということを書いてますけども、彼が言っているデマの中に、例えば7ページをご覧いただくと、7ページの真ん中辺に、暇空あかねのノートから抜粋したものがありますけれども、
コラは公式に挙げた写真によると、酒部屋みたいな部屋に3人住んでて、その3人の家計簿を見ると収入が14から16万と高すぎて生活保護と一致。生活保護は不正に受給させながら、不正にバイトも裏で友達にもらってこの手伝いしている。月に6万5千円、餌代を徴収しているっていうのがあるんですが、この全部嘘なんですよ。で、これだけその嘘を詰め込んでるから、ちょっと新編すぐにわからないっていうのもそうだと思います。そのすぐにわからないのは、これ38ページ解説した、もうとっても大変だったんですけれども、そういうふうに一個一個が、なんか、あまりに嘘すぎて訳がわからない。で、それを嘘を嘘で重ねていって、で、こう、とにかくこう、もう落としめるための結論ありきで、それにつなげるためのこじつけを作っているので、本当に訳がわからないんですが、でも、初めてデモを見たときに、わかるように頑張って書きましたので、ぜひ読んでほしいんですけれども、で、あと他にもこう、夫が言って、結構その、お気に入りっていうのは、医療費のキックバック、これは94ですね。それから、タイヤの3年用。この医療費のキックバックっていうのも本当におかしいんですけれども、連携して協力してくださっている産婦人科医の方が無料プロジェクトっていうのをやっていて、女性たちが、先に自己負担がないように、ピルとかね、やってくれてるんだけれども、なんかこう、でも、そういうふうにこう、支援を受けてるくせに、なんか行政にも医療費を請求していて、こう二重受給とか、でもそれが別々の診療に対する別々のお金だから、どこも一つも不正はないんです。で、あと例えばタイヤの不正っていうのもなんかやたらとバズったりするんですけど、タイヤっていうのは95なんですけれども、こう何かと言いますと、その情報公開請求によって、今更あかねさんは過去の人に提出している、要は予算と決算は出すわけですね。年度初めに事業計画書を出して、終わったら実施事業報告を出すわけですけれども、毎年のようにそのタイヤに関する費用を予算に計上しているんです。それは、やってみると、コラボの事業では車がものすごく大事で長距離走行するので、タイヤがすごく傷んで交換がいるかもしれないからって予算に計上するわけですね。で、結果的には使わなければ、使わないだけの話なんだけれども、コラボのバスカフェで使ってるバスの写真を詳細に見て、その電子機を特定するとかいう人がいるんです。で、この人たちに2014年から付きまとっている誤算のストーカーなんですけれども、で、毎年毎年都にタイヤの予算請求をしておきながら、実は買ってないじゃねえか、こいつら。2010年からずっとのタイヤ使ってやがる、みたいなことを、見つけたぜという感じで面白おかしく書いている。でも実際にはバス以外の車があるだけだし、というだから解釈すればそのだけの脱力するような稚拙な話なんです。そういう稚拙ででもとても悪意に満ちているデマがなんとか網羅しただけで17、はい、というような。でも本当にデマもこう全く手が込んでなんかなくて、この写真見てそう言えないじゃんっていうことをそうであるかのように断言する。でもそれを実はこうなんだよってことをデマがデマであるって説明するにものすごい時間がかかるんですよね。前提事実としてコラボがこういう会見やっててこういうことがあってってことを正確に分かって初めて分かる。実は弁護団も結構理解に時間がとてもかかりました。何度も聞き直してやっと分かって。疑ってはないけどもよく分からないっていうところから我々も始めたわけです。でもそこにだから常時で悪意がある人がコラボがなんかうさんくさいことやってるよね、いいことやってるね、振り付けさっていうふうに思いたい人たちが材料を得てちょっと思い込んで面白おかしく攻撃に興じている、楽しんでいるんですね。許せないと思います。さあどうでしょうか。NHK の小林と申します。今解説いただいた不正受給のデマですとか、あとは報告書で活動実態がないですとか、そういったデマに対して実際にその行政の方から何か指摘があったりとか、そういうことが全くないということでいいのかということと、逆に今回を受けて何かその改善しなさいみたいなこと言われたこともないということでいいのかというところが1点と、あともう1つはこういった9月以降の
その誹謗中傷やデマを受けてその活動に支障が出ていることがないか、例えばバスカフェの場所を変えなきゃいけないですとか、あの女の子に対してアウトリーチできる回数が減ったですとか、なんかそういった実態的なの被害という被害というか影響というところがもしあったら教えていただけますでしょうか。あとさて細かいところですが、あのバスの切りつけの被害届が出た日が分かったら教えていただきたいです。以上です。監査の関係は今まさに都がやっているところなので、ちょっと詳細はすいません、聞かせていただきます。もうコラボとしては当然聞かれたことには誠実に答えると、でいろいろと必要な情報なんかもあるので聞かれれば全部教えるということを、まあ、都に対しているということですからね、やっている最中でございます。で家庭は活動の支出感の中で、監査請求をしている人、まあ、暇さらあかねさんなわけですけれども、都に対して、コラボがすごいサボっているのに、都が監督していねえだろうみたいなことを要は言いたいわけです。それに関連する Q は、25ページのあたりですね、25ページの Q11 です。で特にこれも盛んに言われているのがですね、25ページの911、バスカフェの回数が都の業務委託使用書の内容を満たしてないということをもう盛んに何度もツイッターでもブログでも YouTube でもって感じなんですけども、でこの都の業務委託使用書っていうのを、まあ、多分情報公開制度で手に入れられているんだと思うんですね。別に見られても問題ないものではありますけれども、でそこにその都からの随行委託でアウトリーチ支援というのがあるわけですね。要は公的支援等につながっていない女性たちをと、まあ、つなげることですけれども、でそれがこの25ページに書いたようなことが収支に書いてあって、まあ、原則週に1回程度と書いてあるんです。でこれはバスカフェだけではなくて、バスカフェも含み相談所の設置とかも含みなんですけれども、バスカフェの開催回数をですね、いちいちそれも彼が活動報告書から引っ張ってきて、バスカフェ週に1回やってねえじゃないかと、都がやれと言ってる回数をやってないと。で例えばここでね、約束した仕事の6割しか納品しなかったのに毎年増額して都が依頼を続けてるんですね。こんなの会社員だったら横領を疑われるじゃないですか。もうとても稚拙なんですけども、で バスカフェを週に1回やるなんてことは書いてないのに、そういうふうに、だから、まあ、でも、やっぱり監査請求者が答えなきゃいけないところあるでしょうから、ある程度の監査請求者の、質問に答えるようなことがやっぱり聞いてくるんだと思いますよ。何に聞かれても困らないですけれども、とそういう感じではね。先ほどの1個前の質問とも関連するようなことになるのですけれども、この件でちょっと最初の方でもお話あったと思うんですが、相手方の暇空茜という人物が出している情報っていうのは、例えば情報開示請求をやって、それで開示された資料をその全部を、例えばそのみんなで考えるために全部をそのネット上にアップするとかいうわけではなくって、その一部だけをアップロードしたりとかいうことを頻繁に繰り返しているんですよ。だからこれは結局専門家の目から見たら、そんな一部だけの資料を出されても判断しようがない。資料っていうのは全部見てその上で判断するものであって、一部だけ出されたってどうにもならないっていうのがはっきり言って専門家の見方だと思うんですね。それがその、一部だけ出されるとかえってその頭が混乱するところがあるんです。先ほどちょっとその弁護団がデマがデマであることの
説明をすることが難しい、っていうお話をしたと思うんですけれども、これはそもそも資料の一部しか出されていないものを、これはそもそも何の資料なのかみたいなことを考えなければいけない。そこから話がスタートしてしまうということになるので、まずデマが、そもそもね、この飛沫の茜が言っていることの意味っていうのが、意味を取るのがすごい難しいんですよ。ノート記事見ていただければわかるんですけど、真面目な論文みたいな感じで書いてなくって、すごく話がわかりづらいんですね。まず理解するのが、ちゃんと理解するのが実は難しくて、で次にそれをちゃんとデマであるということを説明することが難しいという意味でございます。なので、もう怪しいっていうことは確かなんだけども、説明が難しくて時間ちょっとかかったなっていう、そういうことです。はい、私から活動への影響というところなんですけど、やっぱり先ほどもお話しましたように、善意で協力してくれていた方々からのその支援を得れなくなるというようなことは実際に起きています。バスカフェに提供していただいたお弁当がなくなるとか、あとその寄付をしていた方からその寄付をやめますというようなご連絡があります。でやっぱりそのデマの影響、これを信じた人たちからのそういう連絡っていうのも受けると、そのお金だけじゃなくて、やっぱりスタッフたちも、そのコラボとつながる少女たちも、そうしたことを SNS 上で書く人もいたりして目にしてますから、すごく心身ともにぐったり疲れてしまうというところがあります。このコラボとつながるその少女たちの声の中にも、そういう投稿を見てですね、それまで応援してくれてた人たちが離れていく、そういう大人たちの姿に心を痛めているというメッセージもありました。で正直その子たちはやっぱりいろんなその裏切りとか傷つきの中で、ようやくこの私たちと出会って信頼関係とかができてきたっていう時に、こういうことがあると不信感とか不安感、そういうものを抱いて、あとやっぱり私に対してもそのまだ関係性も出会ったばっかりの子たちも怖いと思いますよ。その SNS で調べた時にそういう逮捕とか不正とかそういうことばっかり出てきてしまう。で今回のこういう攻撃を受けて、その出会ってきたその女性たちにコラボのことってつながる前に調べたり、つながってすぐ調べたりしたって言ったら、みんなやっぱり調べてます。でみんなこうした私に対してとかコラボに対するデマを見てるんです。ただその時にメディアが信頼できるメディアがちゃんと現実のその活動について書いてくれた記事とかも見てですね、それで安心して信じることができたっていうふうに語っている声も紹介をしています。なので正しい情報がちゃんと伝わるってことすごく大事ですが、今は本当にツイッターなので、私の名前とかコラボのこと調べたら怖いものしか出ません。ただその影響が一番大きいです。女の子たち、今も苦しんでいるその少女たちや、その SOS 出そうかなって思っている、そういう女性たちに対しての本当に影響が一番大きいのではないかと思いますし、これまでつながってきた少女たちも、すごく心にの中で、今はそうやって強く言おうとか、こんな攻撃許せないとかって言っているけれども、本当にその深い傷を負っているっていうこと、そこの影響が一番、しんどいなって、苦しいなって、やっぱなんとかこれは守っていかなきゃいけないんだ、不正もないし、私たちおかしいことやってないってことをちゃんと言っていかなきゃいけないんだっていうふうに思っています。あとはこうしたその SNS とかネットオンラインで投稿するような人たちっていうのは、本当私も気づいてないような情報も知ってたりするんですね。例えばそのデマの中に、そのご飯をなんかちゃんと提供してないんじゃないかみたいなものがあって、その根拠とされているのがFacebook に2回同じご飯の投稿が違う日にあったみたいなことを書かれてて、それはただその日付の予約投稿をした時にその2回同じ写真を使ってしまったっていう、デマ整理資料の28ページのところにあるんですけど、私たちも気づいてなかったようなことを、そういう穴探しをしてですね、同じご飯を何度も紹介していると、他の投稿はそうじゃないのに、そういうことを本当にやられると、その見られてるんだっていう、そういうやっぱり恐怖感とか疲弊、そういうものはスタッフも令和少女たちも感じていると思います。だからちょっとでもそうした、ミスというほどでもないと思って2回紹介しちゃっても
問題があるかというとそんなことはないんじゃないかと思いますけど、でもそういうこと一つとっても何かその攻撃材料にされるんじゃないかみたいな風に思って萎縮させる効果もあると思いますし、あと送りつけなんかも大量に届くともう机の上が山のようになるんですね。で全部キャンセルの電話しないとまた来ちゃったり、お金の請求もありますから、もうそのためだけに事務局のスタッフ1人必要なぐらいですね。あのそういう来る時期は来るんですよ。そうすると、まあ、また来たかとか、宇野さんこういうもの頼みましたとか連絡が来てもそれだけでは頼んでないってなる。でそういうことで実際に私たちの貴重なその活動時間、そしてスタッフにも人件費だってかかるわけで、そういう財源も含めて全てそういう嫌がらせに奪われてしまう、そういう効果があると思っています。あ、そうですね、バスの、被害届を出したのは私たちが気づいたのが18月18日ですので、私のツイートもその日にしました。被害届を出してそれが終わってからしました。なのでその日に行いました。以上です。時間が超過しておりますので、一旦ここで、会見を終了させていただきます。もし追加の質問あるようでしたら個別で、連絡いただければと思います。ということで、本日は長い時間、本当にありがとうございました。以上で終了となります。